皆さんこんばんは。5月6日の塩チャンネルです。連休はどのようにお過ごしになったでしょうか。私は初日だけ、不妊治療のクリニックに行きました。処置とかいろいろしてですね、ちょっとやっぱりまたぐったりしたりとかで、今も毎日もいくつもかなりもかなりの数の薬を飲んだりとか体に入れて活動しているので、大変なんですね。むくんだりとかしんどかったりとか頭痛が来たりとか、なので基本的には感染拡大の抑止もしなきゃいけないですから、特に不妊治療のクリニック、皆さん妊婦さんですから、私が感染するわけにもいかないので、極力家にいて感染しないさせないを守ってきました。今日は参議院の方では内閣委員会がありまして、参考人の意見を聞くということでした。東京大学大学院からは宍戸教授、そして慶応義塾大学は経済学部から大久保教授、そして情報公開といえばこの方ですよね。情報公開クリアリングハウスの三木由紀子さん、このお三方に来ていただきました。与野党で推薦してきているので、どこの党が誰を推薦したかっていうのも私たちもわからないんですが、基本的に参考人というのはバランスが良くというか、みんなの意見で3人選んでいます。で、今日私が興味深く聞いたのが、デジタル経済の現状と課題ということで、慶応義塾大学の大久保利弘教授のお話でした。デジタル経済に今入っています。で、今回のデジタル庁の関連の法案というのは、やっぱりその個人情報のこととかですね、非常に心配で反対だって声が結構上がってはいるんですが、これ以上日本デジタル遅れるわけにはいかないですよね。デジタル敗戦で必要な人に必要な給付ができない、マスクすら届けられない、このような状況で、少なからず女性の自殺もやっぱり増えてしまっています。私は今回のこのコロナを経験して、デジタル今回ばっかりちゃんと進めるべきだというふうに思っていますので、心配な点はすごくこの大事にしながらですね、きっちり穴を埋めていく。今やってもらわないのであれば、私たちが政権を取った時にきっちり変えていく。一方でデジタル、ここはしっかり進めるというのであれば、与党が政府が私たちはここしっかり協力をしていって、なんていうんですかね、こう少なくとも重しになるような形にならないようにしていくと、懸念点は伝える、重しにならないように進めるべきデジタル化をしっかり進めていくということが必要だと思っています。これまで そのデジタル関係ってやっぱ日本非常にお粗末ですよね。デジタル敗戦って言われておりましたし、ハーシスだとか、あとなんだっけ、ジーミスとか、あとはココアとか、全部そのデジタル関係というかネット関連というか、そうしたデータベースを使うようなものは、全てこれお金をドブに捨てているようなものにしかなっていないわけですよね。とそうしたことからも、今回ばっかりはしっかりと進めて、日本もまだ追いつけるかもしれませんから頑張るべきだと思っています。ここちょっと皆さんと意見異なるかもしれません。もちろん個人情報も重要で、ここもしっかりと重要なんだけれども、これがあるから重しになって相手を動かさないんだっていうことではなくて、必要なものはしっかり進めていくというところの協力はしていこうというのが私の今回の考え方です。で、今回の大久保教授の話がデジタル経済という視点でした。他のお二方はやっぱり個人情報とかいろいろな法律の部分のお話だったんですが、デジタル経済という観点で聞いたら、やっぱ非常に興味深かったです。日本負けっぱなしです。こうして研究者もいるのに、そのデータ自体が日本は活用できないので、例えばその輸入とか輸出とかどういう効果があった、そしてこれをしっかりと分析してどう生かしていくのかとか、こうしたことをしっかりやっていかなきゃいけないのに、データとかいろんなものが日本は生かせない、個人情報とかの関係もあってなかなか使いづらいという部分もあるんでしょうが、とにかくデータが生かせないで、あったとしてもそれを買わなきゃいけないので、学校とかその教師たちの負担にもなっているということだったんですよね。で、これは悪い、いい例とは言えませんが、お隣の中国なんかは政府がしっかりと皆さんのデータを持っていて、強力に使いこなしているので、そのあたりではもう全然日本とは差がついてしまっているということです。で、戦後少し、戦後から高度成長の時代、私が生まれた時代、その後も少しですよね、90年代前半ぐらいまではその工業とかそのものづくりとか、そうした方面で日本が世界のトップに立っていくことができたと思います。
でも今は輸出だけではなくてデジタルも経済ですから、ものづくりだけでは、その技術だけでは日本はトップに、世界のトップに戻ることはやっぱりできないと私は思ってるんですね。戻るためにもやっぱりそのデータとか分析は必要なんですが、日本はここの部分がやっぱり今非常に遅れているということで、大久保教授は懸念を示されていました。まあ、こうした観点から見たときに、私たち今回非常にこう、なんて言うんでしょう、慎重な立場で議論させていただいておりますが、個人情報の部分とか様々な部分はやっぱり大事にしながらですね、進めるべきものは進める、この心配事があるからデジタルの方も進ませませんよって言って重しになるのではなくて、懸念点はしっかり持っていて、政権を取ったここは変えるぞと、だけれどもデジタル化っていうのはもう遅れることこれ以上できませんから、しっかりと進めていくんだという気持ちで私は、話を聞いていました。まあ、全員が全員同じ気持ちではないと思うんですが、私はそういう気持ちです。まあ、日本もデジタル敗戦と言われておりましたが、また世界 の, トップに立って戦っていかなければ、やっぱり経済回っていかなくて格差が開いて、やっぱり福祉の面に非常にダメージが今出てきていますので、私はこうした視点でしっかりとデジタル化を進めていきたい、デジタル庁にはちゃんと頑張ってほしいと思っています。まあ、これでまた、またなんていうんですかね、お粗末なものができたら目も当てられませんので、ちゃんとやっていただきたいなというふうに思っています。今日は以上です。